ロードラッシュ、これはスポーツだね、モータースポーツ、バイク。天下の公道でバイクレースを行う荒くれ者の人々はロードラッシャーと呼んだ。アラスカ、アリゾナ、ハワイなど5種類のコースでルール無用のレースが始まる。画面2分割対戦か。奥から来るぞ、気をつけろ。殴り合ってるで。あの FF7 にこんなミニゲームあったよ。ロードラッシュ2、スタートね、ゲームオプション、パスワード、パスワード、レベル1、ミュージックオン、いいや、細けいことはいいんだ。スタートレース、A が B、 あ、 B か、パンチC がパンチ、XYZ はなし。A なんもないんだけど。あ、これオートマだ。昔こういうレースだったよね。ああ！すげえ、あの。バイク降りた後自分で動かせる、そのお前そのまま走っていけばいいんじゃねえのかな。160キロでぶっ飛んでも大丈夫。中間ポイント超えるとタイムが増える系のレースゲームも確かにそう。今殴った音がした。あんまりね、急角度入れすぎると。かあ、あんまり画面見てる余裕ないんだけど。よし、って殴られた。体力ゲージがあるっていう珍しいレースゲーム。うわあ、なんでバイク同士当たっても、ほら、どこでも走っていける。もうこの一人で走る、それは無理か。もう走っていきゃいいんじゃねえか。180キロでぶっ飛んでも大丈夫。今流行りの煽り運転だよ。ほら、今何位とかどこまで行ったとかそういうのないの。警察がネズミ取りしてたんじゃねえのか。バイク同士は当たっても大して問題ないのに、車に当たると即死的なね。2分42秒3、あれがなんかタイムカウントされてる。おお、飛んだ。これ系のゲームのあるある、何台抜いてもあの先にバイクがあるってやつ。ここは先頭集団か。よし、相手は死ぬ。しゃ、うわあ、よし、殴ったね、今明らかに。よし、イエーイ、フィニッシュ。何位、プレイヤーサード、3位、ロードラッシュ2。ヒヒーン、イエーイ。なんか誰か倒れたけど、プレイヤーはこれで5トラックのうち1トラックを制覇しました。誰だよ、レースに勝つのにでかいバイクはいらないって。いや、いるだろ。3位だから、500ドルの賞金をもらった。はい。で、今1500ドルあるから、バイクショップでこれでパーツを、的なね、
パワーは大したことないとハンドリングはいい、ルーキーにはぴったりのバイクだ、お前だよ、50ヒットポイント 350LBS、 お前んだよ。 A 使える金額は3250、ニトロクラッシュスーパーバイク6000コスト。このサイズにしてはパウルだがボディがいまいち、コントロールが難しい、高い。今3250しかないようだ。ニトロクラス、ニトラライト、高い。お前んだよ、夢見てんじゃねえよいちいちコメントがムカつくな。夢見てんじゃないよ、働きなセレクトトラック、スタートトラック、よし、面白いレースゲームだった。もう満足だこれは。いやー、これであとダイナブラザーズ、あら可愛いキャラクターね。星を守る神となって恐竜を成長させ、主人公は恐竜じゃないのか、神、あの右の女の子か。俺はリアルタイム、あ、リアルタイムシミュレーション、この時代に。ストーリーは必見です。配信版専用マップも。セーガー、侵略者たちとの戦いもいきなり終盤を迎えようとしてるけど、ああこれか、よしガンガン行くぞ、もう少しで頑張ろう。食べた、侵略者気持ち悪い、今度こそ出来も終わりだね。ん、何か来るぞ、うわー、結構えげつないの来たな。チー、最後の悪あがきか、ほらほら反撃、てめえ許さねえぞ、ほらほら、やったぜ、まだか、まだ肩はつかんのか、ほらほら、もう少しだ、持ちこたえてくれ、みんな、ほらほら、やったか、宇宙からの侵略者を恐竜たちの星に来て、恐竜たちが自分たちを守るみたいな、こんな感じかな。無理だ無理だ、待て、どうして逃げるのだ、 UFO ならまだ作れる、あ、待って待って、おい、わしの科学力を信用せんのか。おお、そうか、ならばわしは乗らんぞ、絶対ここ動かんからな。ガショーン、ヒッ、ひらりー、鼻から牛乳、おい、あげろ、あげないか、こら、わしを置いていく気か、うわー、うおー、発射します、発射します、くそ、このバカモング、お前らなんぞ、おならプーだ、うぎゃー、大丈夫ですか博士、博士、お前もまだ残っておったのか、
ああ、行っちゃった。こうなったら残ったものと我々だけでこの星を手に入れるぞ。壊された UFO の部品と生き物の仲間をかけ合わせ、これあれかな、汚いピクミンかな。キャプテンオリマー、ね、ダイナブラザーズ2だね。スペシャル、セガスペシャル。オープニングクソ長かったからセーブしておこうか。プレススタートボタン。練習モード、ストーリーモード、オリジナルモード、対決モード、パスワード、オプション。押せ。オプション。スタートか。ほら。な。1P 変更、情報表示、キャンセル実行。C が決定で B がキャンセル。なぜかね、メガドライブはほぼサウンドテストがついてるんだよね。まあ、ストーリーモードもちょっとやってみるか。宇宙人軍団が退却してから何年もの、何年も置いてかれてんの？あのおっさん。汚いキャプテンオリマーが。今ちょっとバグった。ジュラ星に取り残された博士は新たな宇宙人部隊を作るため生き残った仲間を探し出した。まあこれ2だからね。あと1がさっきのやつか。この子ヒロインじゃなかったの。ガウー、邪魔な恐竜どもは俺様がみんな片付けてやる。お前も恐竜じゃねえのか。うわはは。博士たちは文明のないこの星で UFO の残骸をかき集めて研究所を作った。研究所だな。そこで仲間となる種族を作り出すために遺伝子合成の実験が行われていたのである。よし、この実験がうまくいけば繁殖型草食獣の完成だ。草を食べてどんどんの卵を産むんですよね。ちゃんと役に立つんだろうな。当たり前だのクラッカー。では言うぞ。卵が気持ち悪くなってる。さあ、成功ですか、博士。いや、まだ分からんぞ。なめくじ？なんでこいつ？点で弱そうじゃねえかよ。バカモン、生体エネルギー確保のためにこいつらが必要なのじゃ。おい、てめえ、やるかんのか？ニッパッ。いやー、こいつ舐めやがって。舐めくじだけに。舐めじろう、うせ、もういい。あ、待て、どこへ行く。距離どもぶったをすぐれ、俺様一人で十分だ。あー、行っちゃった。あー、こいつ自分の立場分かっとらんようじゃの。ステゴ広場、雨を降らせて草原を広げる。不機嫌なガウガウガがやってくるまでにパワーを貯めるのだ。ティラノを作って迎え撃つんじゃぞと。恐竜が主人公なんだね。敵側か、さっきの。来てるね。タワーディフェンス、タワーディフェンス。まあまあ、やってみますか。種族、卵、降参、死亡地形、疲れる地形、ダメージ地形、特殊地形、死亡地形。タワーディフェンス結構好きなんだけど、これ系ってルール分かんないと何もできないからな。 A ボタンがね、これに行く。 B ボタンで、マップ移動ができる。で、今こいつが攻めてくるから、攻めてくるまでに、強化してみたいなことを言ってたけど、
まずは雨を降らせる。降らせるとどうなるの？全くわからん。卵で草食獣を産もう。あー、パワーをで時間でパワーが返るね。来てる来てる。マークするキャラクターを選ぶ。アイコンの意味がわからなくて困るね。草食ってる。こんなん草食べるわ。どうやったら肉食獣作れるのかとか全く分かんないね。ワークするキャラクター、ステゴ。そしていつの間にかやられている。これが食うとパワーが溜まってるよね多分。でも草食獣だけいくら作ったって勝てないよね。お、来た、肉食獣だ。草食獣をいっぱい作って草をいっぱい食べさせてパワーを貯めて肉食獣をっていうことね。ティラノ、肉食獣はちょっと高いみたいね。ほら1200使う。でこの子をマークして、これを どうやったらあそこに行けみたいな指示できるんだろう。あー、卵を産む。で肉食獣をいっぱい作ればとりあえず一面は OK っぽいよね。肉食獣さ、食事なくなったら草食獣襲いそうなんだけど、そういうのは大丈夫なのかな。マークするキャラクターを選んだ後にこの上の矢印とかわかんない。あ、雨ってそういうことか、もしかして。雨降って草をもう一回食べれる状態にするのか。天気、ほらこれ違う？草がまた生えてくるとかじゃないのか。まあだいぶ肉食獣生まれたから、さあそろそろ出会うぞ。やれ、やっちまえ、いけ肉食獣、ボコれ。食べられた。戦え、複数で取り囲め。いやいやいや、呼べ。死んだ数4匹、倒した数1匹、宇宙人合計。パスワード海岸。やったぞ。宇宙人がまだ残ってたなんて、他にもいたらやだな。おい、あいつやられちまったらしいぜ。あいつは四天王の中でも最弱。手こばかりの場所に突然現れやがったらしいぜ。なに、この辺りは捨て子だけのはずではないか。急がねば。今度はどんなの作るんですか博士。今度もなめた野郎だったらこの場で食ってやるから。最高の防御力を持つ防御型草食獣だ。襲われても簡単にはやられんはずじゃ。
やあ、変なの。わはは、成功だ。どうだ、新しい仲間の。うーん。ムンキー。ムンキー。うがあ。食ってやる。絶対食ってやる。ま、待て。やめろ。やめんか。前よりひでえじゃねえか。こいつの方がまだマシだ。もういい。気上がれなめじろう。ああ、また行っちゃった。困ったやつだ。ええ加減にやめんか。よし。海岸の草原、乾いた土地には草が生えない。明るく歩くと疲れるから恐竜たちも入らない。雨を降らせると綺麗な土地になるのだ。あらら、来たね。卵、まずは捨て子を作ってこいつらに食事をさせねばな。まずは草食え、草。草食ってポイントを貯めんと。雨を降ると綺麗な土地になる。あ、こういうことか。でももうすぐ出会っちゃう。下手に上に行って合わせるよりもまずこの辺をきれいにして。しん出る。え？死んだ。こっちはしょうがないわ。こいつなんで死んだの？死んだ。え？何があったの？あ、積んだかなこれ。で、どうやったら負けになるんだろう。卵のやつを壊されたら、それとも全滅したら。ちょっと今度は来るまで早すぎだろう。恐竜たちは全滅しました。うん、やっぱこういうのは取説ないと分かんないね。よし、さあ次のゲーム行ってみよう。